国際観光旅客税は国際観光旅客税法に基づき課税される日本の租税である出国税とも呼ばれている国際観光旅客税は観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充強化を図るための恒久的な財源確保を目的としている2019年1月7日以降日本からの出国に対し課税されるようになったただし 1>, 1月6日までに予約、発見された航空券、乗船券を利用する乗客に対しては課税されない。令和元年度の税収は500億円を見込んでいたが、444億円だった。財務省の統計を参照。決算ベース。ただし、下記に該当するものは、不課税または非課税となる。免税対象日本国外のメディア等からは、さよならタックス、さよなら デパーチャータックスと呼ばれる。米国旅行雑誌、コンデナストトラベラーは、本税の使徒などを紹介しつつ、他国での課税と比較しても良心的であると評価している。ありがとうございます。